皆様、今 TGCT 終わりの私たちで、説明していい先、まず今日 TGCT ありがとうございました。なのでこんな緑なんですけれども、明日ですね、コムドットさんとの撮影が、まず決まってまして、でも企画とか、あ、そう、コムドットウィークありがとうございました。もうなんか言うこといっぱいなんですけど、まだ撮影今日の時点でまだ1本もやってないんですよ。で、明日初の撮影があると、コムドットウィーク1本目で、何撮るかってなった時に、いろいろ参加できるメンバーがいたりいなかったりとかで、なんと初っ端デート企画になっちゃったんですよ。だからうちらの予定ではデート企画をもっと後の方に、なんかこう慣れてきた頃にさせてもらう予定だったんですけど、まあどうやってもね、トラブルはつきものですから、やっぱ明日撮れるものはなんだとなったらデート企画だということで、デートしよう、そうだ、コムドットとデートしようみたいな感じでデートするんですよ明日。やばすぎ、で、ちょ、とりあえず TDCT の投稿をうちはしなあかんという。だから、ちょっと一旦、一回ちょっと静かに、一旦静かにしてほしい。一回ですね、ちょっと加工をしないといけないから。あのね、無形の注文はね、加工しない風に加工するのが得意っていう、そういうね。得意っちゅうの、ポルチーノ、マルチーノ、マルチーズ、マルチーズ、食べちゃいたい。帰ってきた？食べちゃいたい。今はやっぱ、タイの気持ちだった。なんかそうそう、なんていうの、そのね、でもなんかやっぱりプリクラとか加工もやっぱり整形も一緒じゃん、やっぱ元がどれだけいいかによってやっぱり同じ整形しても変わるわけよ。なんかうちらって結構加工顔っていうなんか加工向きかも。逆に言ったら逆に言ったらね、逆に言ったら現実では無理かも、生きていけないのかも。悲しな話で、悲しな名前ろ、え、マジ早く、ねえねえお願い、ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてるということで今日来てました、ありがとうございました。ありがとうございました。可愛かったです。あの子たちは加工なしでいける子たちってことね。そうそうそう。で、はるみさんはちょっとゲームしてっていうことで、そう、スーパーフルーツはるみさん大丈夫、アイドルだよスーパーフルーツはるみさん、ちょ、見てくれてんだって無形な。でね、今日いたの、ね、見れたの、ちぐはぐを生で。はるみさんって声かけたんだけどね。だからそう、ご挨拶したかったんだけど、うちらも次の出番があってできなかったんだけど、そう、だから一旦加工させてってこと、一旦早めに加工だけは。あ、で、うちそのウーバー普通に帰ってきても疲れて、でもお腹空いてて頼んだんです、うん、でもうちお腹空いてない、もうなんかうちこういう疲れてる時とか逆にアドレナリン出てお腹空かないようにできるんですよ。そっか。で、本当にマジ今さっき決まって、まだ明日の時間も決まってないし、うん、動画を見てくれた方なら分かるんですけど、今回その私たちがデート企画不慣れということで、もう丸投げさせてもらっちゃったんですよ。全然いいよって言っていただいて感じなんだけど、でも安心、いただきます、いただきます。え、てか早く、でかうちの洋服も着なきゃいけないし、じゃまだ編集残ってんねやんか。で、明日うちの部屋で編集、動画撮るから、部屋片付けないかんねやんか。じゃちょっとチキンだけちょうだい。じゃこのデカチキンもらっていい？デカチキンどうぞ。一口もらうよ。全然どうぞ、全部どうぞ。デカチキンうまい人手あげて。はい、デカチキンもうちょっと食べたい人手あげて。マジでちょっと食べたら、うん、逆にね、お腹空いちゃうのよ、分かってんのよ。ごめんね。でもマジで緊張やばいかも。やばいよね。私ゆうたくんとするじゃん、うん、ちょっとうちゆうたくん会うか不安なんだよね、自分とゆうたくんが性格っていうか。そう、でもエナピーいけると思うよ。いけるかな。いけるよ。問題は待ち。いや、あんたもいけるよ。ヤマトくんはやっぱり、やっぱそうだけど、うん、どこが不安。うちが緊張しちゃうことが不安。確かに分かる。でもね、うちもそうなの。うちが緊張しなかったら何にも不安じゃない。しかもまだうちらはその待ってる状態なのね。どこにデート行くかを決まってないから、うんうん、どうする。そしたらデート服さ結構むずいくない？全ての可能性を考慮していかないと。やばすぎ。あと組み合わせとかあるからね、相手との。うん、でもゆうたくんゆるっと系じゃん、いつも。まあ確かにね。うん、だから色味とか気になるよね。うち結構そういうの合わせたい、合わせれたらいいかも。どうする、どうする。ゆうたくん真オレンジとかできたらどうする？え、でもうち真紫とか結構気まずいじゃん。そうそう、さつまいも工場やってるからやめたいよね。うん、これマジでうまいでしょ。うん、これちなみに豚塩味もあるの。豚肉と塩麹系な。これ初めて頼んだ。うん、もうお手、おありがとうございますって。どういうこと？本当もう何度もお世話になってます。うん、だから食べてる場合じゃないじゃないのね。もう本当にね、ごめん、寝転がっちゃった。いいよ。だからうちはそのデート服を考えた時に、うん、そのザラで購入品やったじゃない。やったね。その中にうちはあると思っている。あ、それで考えてた部分もあるの。ちょっとそう、なんでかっていうと、うちね、実家に全部秋物冬服物を置いてるわけ、ね、で一部だけここにあるの。
そう、一部と全部。とて無理なのに僕らはどうして。じゃあさ、一回さ、ザラのやつでデートに明日どうかなっていうの見せてよ、うん、え、でも言ってましたよ。あ、そう、だからヤマト君とその企画会議をしてて急遽今日明日って決まったのね、うん、言ってました、ヤマト君は。うちらが、え、でもなんか急すぎてデート企画、うんうん、どうしようみたいな言ったら、いやもう全然、もう二人は一番可愛い状態で来てくれればいいからって。え、そう言ってたよね。うつだ、はーいとか言ったけどえって、その返し的にやっぱなんか一枚上手、うん、うん、やっぱ上手しかないわ、うん、上手しかないわって何しかが言われてないこと。いや、だからじゃあ候補、まずワンピースって楽だよね。うんうんうん、黒のワンピース。あ、可愛いじゃん。可愛いよね。いいじゃん、いいじゃん。これか、組み合わせとしていいなって思ってんのは、うん、この、あ、これガチ。え、これ結構うちいいと思う。どう、狙いすぎ。なんかこのピンクのシャギーニットって狙いすぎ。これは何。これはこれスカート、ロングスカートってことか。そう、狙いすぎか。だから白いニットとかさ、気に行きづらいの分かる、デートとかで。分かる分かる、めっちゃ分かる。もうザみたいな。オフショルとかもそうや、夏だったら。あ、そう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 。なんかそこに入りそうな気もする、もしかして。そうだね。だったらこっちの方がワンピースだけど黒でとかなるのかな。でもさ、あんたこれ寒いけど。寒いかな。っていうか、やっぱり相手との季節感も大事やん。確かに。相手がめちゃくちゃスタジャンとか着てるのに、うん、ムクがシャツっぽいのはこうアンバランスやん。じゃあヤマト君何着てくるか予想しよう。うちはね、ニットだと思う。あー、ニットね。え、待って、緊張してきた本当に。なんかさ、普通に緊張。え、だってさ、男の人とデートって、あ、でもムク動物園とかあったか、あれが最後男の人とデートってなったら、ちゃんとみたいなのは。そう、うちいつ、去年だ、ちょうど1年前とかに浅草行ったんだ、うん、あ、そうだ。どうなの、ぶりにデートする相手がゆうたくんだよ。ねえ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 、私の一番可愛いところに行き。要は黒じゃん、うん、で結構固めじゃん、素材とかも、うん、だからどっちかっていうと強い女の瞳に見えるかも。あ、そうなんだ。まあ確かに綺麗めじゃない、ここシュッとかしてるしね。そう、だからそのカーディガンとか、うん、そういう系でムクっぽさを出したかったのね。てかマジでうちはだからね、こういうのとか好きだけどね、ヤマト君とも合うと思うんだよな。どう、え、うん、だから逆にこれにあの黒いさ、フリルのスカートあったじゃんとかはうち的にムクっぽい。あ、ほら、うちはもう別にこれぐらいでもいいと思うの。デートすぎる。でもそれがいいね、うちからしたら。いや、わかるよ、気持ちは。デートすぎるでしょ、うん、いやいや、すぎる、すぎる、すぎる、あ、デートすぎる気まずいよ。あんだけやべえ、とかって言ってホイッとこうやってこれできたら痛い感が出すぎちゃうんだよね。これで待ち合わせするときちょっとやってみよう。オッケー、ヤマト君やります、うん、ヤマト君仕事してる常に。あ、ちょ、ポン、あれ、できる、あれ、オッケー。あ、お、お、かわいいじゃん、いいそんなんできねえだろって話、ね、だからこのトップスとかは、まあ、季節的にもマジでちょうどいい。いや、ありだと思うよ。これでマルニとか結構ちょうどいい。全体のバランスを見て、これでオッケー。うん、いいと思う。ありがとう。はい、今11時。はい、次、11時行く。私のデート服を選んでいきたいと思います。はい、私はゆうたくんということで、さ、内学校でさ、難しいのはさ、どれくらいデート要素を足すかってことなの。え、じゃあまずスカートかズボンかは。どう思う、逆に。いや、でもでもデートだよ。よー、スカート出してみー。だからワンピースとかもあるよね。あー、確かに。あとはこれはちょっと違うよね。これは例えばこれにこれとか可愛いんですけど、あー、ちょっと、そう、ゆうたくんじゃなさすぎるよね。うん、ちょっと違うわ。馴染まない、馴染まないよね、うん、これはないかな。だからこれはなし。 あとこの緑もあるよね。これもね、でも結構印象ついちゃうし。あ、待って、この緑で行った場合何が起きるかっていうと、ゆうたくんメンバーから意識しすぎる。いやいや、すげえ気まずい。なんか不覚にもそういう感じになっちゃうかもね。確かに。これ可愛いんだけどね。うん、これ結構好き。ほんと、うん、これは色がなんかちょうどいい。結構だからこれの場合はもう足出していくってことだ。そうだね。なんかこれ着たいとかないの。このアイテム結構いいんじゃないかみたいな。いや、だから正直マジで考えてなかったの、ほんとに服のこと。困るよね。だからさ、女子ってデート前に服買うとか全然あるっていう話よね。やっぱね、違うのよ。男の人って割とさ、別にデートと男の子の前って、うん、あんま変わんないよ。うん、女子って変わるよね。変わる。やっぱそうだよね。うん、あ、じゃあ本気で困ってます今。いや、マジで助けてほしい、本当に。やばくない、相方かわいと。え、マジで相方ちょっと本当にデート1年しないんですよ。だからこうなるんですよ。いや、お前なんかそれ今なんかバカじゃない
あ、ごめんごめん、ちょっと待って、ここで隠そうっと。いやいやいや、ここで壁作ろうっと。いや、お前さお前バカしたやろ。え、しないっすよね。逆にみんなどう、別に1年デートしないってどう。え、みんなはさ、どうなんだろう、そのフリーの間、まあ、じゃあ彼氏が1年いないにしても1年の間にデートはしたりとかしてますかとかね、そこをどうなんだろうね。そう、みんなフリーの部分しか聞かないやん。うん、どれぐらい彼氏いないの、うん、なんとかぐらいですわ。うん、あ、私はもう2年ぐらいですわ。あ、そうなんだとかやるんですけど、うん、じゃあデートは、そうそうそう、デートは、あんた2年いないにしてもデートは、うん、してんじゃないのってなったら、もう全然これ話が変わってくるわけですよ。全然違います、全然違います。あ、これとかは、あいつこれ結構好きだよ、このカーディガン。ああ良いかもね。あの、しれっと可愛いけど大人っぽさもあって、そう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 。え、ほら可愛くね、めっちゃ可愛いと思う。確かに可愛い。これは私これに春先、春先とかいう言い方おばさんすぎ。春先は、うん、春先はね、私はこのジャケット着てるのいつも。え、めっちゃいいじゃん、これ超いい。いける、いける、結構決定かも。決定案件、確定、うん、確定した。え、これにします。じゃあ、はい、私、うわー、確定しちゃった。まああの、っていうかもう先に動画出てるから、そうそうそう、みんなは何の服にしたかは最初から分かったと思うんですけど、うん、え、待って、うちカバンどうしたらいい。ということで、あの、面白かったかどうかももう分からないんですけれどももう私たちのコーデ決めにお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのね、デート企画の方の動画もあのコムドットとのコラボウィークっていうことですでに上がっているので、ぜひまだ見てない方はチェックお願いいたしま す, お願いします。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっとすいません、終盤なのに大会のこんな姿の私たちをお見するというもうすいませんでした。なんですけれども私たちももう命がけですのでよろしくお願いします。お願いします。デートを楽しんでねって思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載よろしくお願いします。次の動画も見てねー。せーの、おやすみ。なんか、遠っ